はい、メッセージありがとうございます。今回はですね、いろいろと入金がありましたよということだったんで、まあ、別にビジネスとかね、塾の影響でということではないんですけども、一つ報告いただきましたんで、私もこの動画を持って連絡したいと思います。富山の S ですと、 S というふうなね、仮名で、読まさせていただきますね、すいません。10万円家族3人分振り込まれました。5月13日にカードで申し込み完了。これマイナンバーカードですね。で、5月21日振り込み済みということで、1週間できっちりと入金があったんですよね。マイナンバーカードと電子申請の威力で早かったですということですね。早いですね。しかし、今後はうちの自治体も紙主体となるようです。そうなんです。マイナンバーカードっていろいろとトラブルがあって、受けが悪いみたいで、各地方自治体ではですね、ぜひ郵送でお願いしますということに切り替わってるみたいなんで、一体マイナンバーカードって何なんだよって感じがしますよね。まあいずれ、いい形になると思いますけどもね。で、次なんですけども、持続化給付金200万円はかなりの数の中小企業に効果がありそうです。確かにそうですよね。まあ中小企業といっても店舗をたくさん抱えてらっしゃる方は焼け石に水なんですけども、まあね、1人とか2人とかで事業経営してらっしゃる方に関しましては、経費がねあんまりかからない、形のものが多いですから、この売上の減収分っていうのがそのまま補填されるのかなと思いますし、私思うのはですね、ネットワークビジネスをされてる方っていうのは、これはねありがたいんじゃないですかね。ネットワークビジネスを個人事業主でされてると思いますんで、まあ、法人でされてる方もね、私みたいにいらっしゃると思いますけども、まあ少なくとも個人事業主での確定申告してると思いますから、その分がですね、そっくり売上に反映されるということになると思うんですよ。昨年ネットワークビジネスで、まあいろんなネットワークビジネスがあると思いますけど、売上立った方も、多分今年は、まあ売上あんまりないと思うんですよ。というのが、皆さん、ちょっと、経済的に苦しいんで、ネットワークビジネスとオートシップを止めてる例がね、多いと予想されるんですよ。私の知っているネットワークビジネスもオートシップを一定期間止めてるみたいなんで、その分、アップラインにいる方っていうのは売上が減少されてボーナスも出ませんよね。で、そういったものを去年と比較して全てね、かける12で取り戻せるということなんで、まあ、非常に、ネットワークビジネスはこういう時強いんだなというほど感じました。ただしね、やっぱりね、確定申告してない方とか、ネットワークビジネスをしてるのに納税してない方っていうのが、やっぱ思いのほかいるんだなっていうのも同時に感想です。だからきちんとやってればきちんと保護されるっていうところがあるんで、やっぱり私はね、基本的には法人で何でもかんでもされるのがいいと思いますし、法人するのがどうもなっていう方は、まあ個人事業主としての登録申請ぐらいはやりながらね、開業届を出しながらやるのが、まあ真っ当な姿だと思います。やっぱりね、なんかの副業気分でされてるっていうのは全然いいんですけども、副業でもね、事業主登録っていうのはやっぱりいりますよ。で、それをせずに、なんて言うんですかね、サラリーマン所得の雑所得に入れちゃうと、こういう時ちょっと効果が出ないと言いますかね、まあ、今回はイレギュラーなんですけども、やっぱりね、住民税が上がったりとかして不自由なんで、私の場合は自分個人っていうのとプラスアルファ自分が経営してる法人っていうのがあってね、別人格を持つことによってそれぞれ分離した会計をするのが絶対にいいと思います。それでやっぱり、ね、自分の勤めてる会社も自分が会社を経営してると評価できるわけなんですよ。で、そういった意味でもね、ごまかされないようにするためにも、法人を運営するっていうのは、まあ、私はちょっと言い過ぎかもしれませんけども、社会人になったら必須だと思います。法人を一つぐらい持つのは。そのぐらいの意識でビジネスに向き合っていくと、で、結構ね、世の中のからくりが見えてきて、騙されにくくなるんではないかなと思います。それからやっぱりね、法人のメリットってのは思ったより大きいですから、法人のメリットをね、活用するためにも、一回ね、この辺りで生涯1回は法人をじゃないですけども、やっぱ法人設立の経験と法人運営の経験を1年でも2年でもしてみることを私はお勧めしますけどもね。はい、持続化給付金があったから言うわけではないんですけど、本当にね、法人作った方が私はいいと思います。サラリーマンとしてアルバイトとしてどっかにお勤めの時でも法人を作って、その法人が働きに行くって形にした方が私はいいと思うんですけどもね。はい、従業員15人未満の会社は皆さん顔が明るい。あ、そうなんですね。明日から手続きの雨、嵐となりそうです。おお。塾長のも数社分での FX 実績回りを期待しております。一体何倍になるんだろう。私の場合は、複数の法人と、それから個人事業主の枠で、合計4つのね、申し込みをしてますけども、軒並み満額なんですよ。軒並み、減収ですからね。だから今回は、まあ、ラッキーではあるんですけども、まあ、でもね、持続化補助金っていうのが通年であるんですけども、まあ、それをね、使えないでもないんですよ。これはどういうことかっていうと、
事業に関わる出費に対して3分の2上限100万円で、国からね補助金が出ますよっていうやつなんですよね。どうせ会社経営したら備品ってのを買いますから、これを使ってもいいんじゃないかなと今はね結構思ってるんですけども、まあ、今まではねやっぱりこういろんな収入とか売り上げがあったんで帳面をあまり書きたくなかったんですよね、まあ、いわゆる面倒くさくって。まあでもそういう、まあ、面倒くさいことをやって、ある意味ね面倒くさいことをやってもそれに関わるパフォーマンスがやっぱ上限100万とかっていうので高いわけですから、それやってもいいかなと思うのと、これに関しては別に専門業じゃないんで独占事業じゃないんで補助金の申請のやり方をね、これを機会に興味がある方にお伝えしていく YouTube を作るっていうのもまあありかなというふうな感じに切り替わってきましたんで、補助金とか助成金の申し込み申請の仕方で私がねやっても問題ないやつに関しましてはお手伝いできるんじゃないかなっていう気がしますね、うん、ということでございました。本当にメッセージありがとうございます。また会いましょう。失礼します。